伝統的なモロッコ料理である。この料理はアンダルスから持ち込まれた料理であり、伝統的な作り方では若い鳩の肉を用いて作る手の込んだミートパイである。鳩の肉は手に入れることが難しいことが多いため、現代では鶏の細切れ肉を使用することが多い。バスティラはフィリングとして魚もしくはモツを使用することがある。バスティラは特別な機械に 最初の料理として供されることが一般的である。バスティラは甘い層と塩味の効いた層を重ねて作るパイであり、クレープのようなワルカと呼ばれる生地に細かく刻んだ後、出汁や香辛料を加えて、弱火で煮た肉を加えて作られるパリパリした層と、アーモンド、シナモン、砂糖からなるサクサクした層を組み合わせて作る。生地に詰める材料は1日前に、 細切れ肉を油に漬けて褐色にすることで作られる。細切れ肉は、その後ボウルの中に移され、残りの油、玉ねぎ、水、パセリ、様々な香辛料を加えて調理する。調理後にできる液体は冷蔵することで、ほぐした卵と混ざりカスタードのようなソースを形成する。骨から分離した肉や皮は細かく刻んで、ソースに加え、一晩寝かせる。丸い生地の中に、 最初の生地が重ねられ、その上にバターが塗られる。その後は生地の上に肉とソースを加える形で層を重ねて行き、一番上には2枚以上の生地を置く。積み上がった層を焼き、上から粉砂糖やシナモンをかけて強される。ありがとうございます。